どうも皆さんこんにちは。本日の戦いも何卒よろしくお願いいたします。さあそれでは本日の対戦相手ですが、こちらの一足になります。そして今回の戦いの舞台もスニーカーズとなっております。ちなみに事前抽選ですが、まあ、ちょっとどうなるか不安だったということもありまして、今回は SNS とかアトモス、キスなどなど、まあ、最近にしては珍しくほぼほぼ全部申し込みをしております。まあ、ダブってもいいなと思えるような一足でもあったので、まあ、いろいろと申し込んではみたんですが、今のところは全滅となっております。ということで、まあ、おそらく今日が最後のスニーカーズでの戦いとなります。ということで今回は10月に欲しいスニーカーでは情報が出揃っておらず挙げていなかったモデルなのですが、まあ、情報が出ていればおそらく1位か2位にランクインしていたであろうというようなモデルということもありまして、かなり気合が入っております。で今日は一応並びもありまして、アトモスも久々のあのちゃんとしたドレコということで、行けたら行きたかったんですが、あのワクチンの副反応がそこそこありまして、あとまあ仕事も休める状況でもなかったということで諦めております。まあでも表参道しかないということは全店舗に分けるほどの量はないというところは間違いなくて、まあしかもドレコ持ってる人も全員集合というような状況かと思うので、まあ行けても買える確率はまあ 10% もないんじゃないかなというように想像はしております。さてでは肝心のスニーカーについてですが、パタのエアマックス1ということで、めちゃくちゃ久しぶりですよね。もう10年以上前ですか。まあ、イメージとしてあるのはあの黄緑と白のやつなんですが、他にもいくつか種類がありまして、まあ、アトモスさんでもいろいろと特集が組まれてたりするので、まあ、そちらで見ていただければより分かりやすいかなと思います。で今回のエアマックス1、パタの今までのコラボは、まあ、素材とかカラーの変更がメインだったと思うんですが、まあ、おそらく初めてディテールというか形の部分までデザインが入ったコラボというようになってるのではないでしょうか。でこれはやっぱりテンションが上がる要素ですよね。まあ、パッと見てインラインとそんなに変わらんやんと思われるような方もいらっしゃるかなと思うんですが、こういった衣装部分まで踏み込むというのは結構難しくて、個人的にはむしろコラボならではなんじゃないかなと思っております。で一応あの波打ったデザインというところに関しては、あの人生の波というのを表現していて、まあ、山あり谷あり的な意図が込められているということですが、まあ、そういうところも含めてめちゃくちゃ好きなモデルですね。では簡単に戦況の予測ですが、まあ、数はどうでしょうか。正直今回難しいなと思っております。販路的にはそこまで狭すぎるわけでもなければ広いというわけでもないので、まあそこそこありそうな空気だと思ってたんですが、アトモスの店頭が表参道だけということで、実際そこまで多くはないんじゃないかなと思っております。あと人気についても今回結構難しくて、最近マックス系は本当に冬の時代だと思うので、そこまで大人気にはならないと思うんですが、ここのところそこまで盛り上がりがないという日が続いている中で、話題的にもそこそこありそうな感じかなと思います。ただまあ転売とかがめちゃくちゃ横行するようなモデルというところまではいかないと思うので、もしかしたら買えるんじゃないかなというような淡い期待ぐらいで臨もうかなと思います。ではでは直近の戦績ですが、前回クロット堺とあとダンクのネッツに関してはスニーカーズでは敗北したものの、クロットの方はリストックで拾うことができたので、まあ本当に一安心というところではあります。でその前で言うと AJ1 のシャタバのロー、ビリー・アイリッシュの AJ1KO、 ガンダムユニコーンの SB ダンクに挑戦してまして、そちらは全敗となっております。あと直近で言うとジョウンドとニューバランスの990の V4 も一応見ては見たんですが、まあ残念ながら速乾で買えませんでした。一応この後日本でも発売があるので抽選参加しようと思うんですが、 US ドルで265ドルなのに国内定価が 41,800 円でしたっけ。まあちょっとニューバランスについては本当に国内定価が高すぎて、まあひどくないかと思ってはおります。まあ、インラインでも基本海外との価格差がまあそこそこ大きいことが多いので、まああればですが海外抽選も頑張りたいなと思っております。という感じで挑戦自体はほぼほぼ勝てていない状況ではありますが、今日はめちゃくちゃ欲しい一足でもあるので、なんとかゴッテムしていきたいなと思っておりますと言ってる間に、まもなく9時を迎えそうです。果たして無事に購入できるのでしょうか。はい、9時を迎えました。まずはエラーを起こさずに抽選に申し込めました。無事保留中にはたどり着けました。
今日は9時過ぎに購入に済んだんですが、まあそこまで重くはないですね。ちょっと時間かかったかなというようなぐらいです。そこそこの参戦があるような感じでしょうか。ということで、まあ少し時間がありますので、この後スニーカーズで発売されるスニーカーを見ていこうかなと思います。まだ見えてるリリースがほとんどないので、サクサクとご紹介していこうと思います。まずは明日の AJ14 のウィンターライズを、まあこれはさすがに狙うことはしないかなというところです。決してかっこ悪いとそういうわけではないんですが、個人的には AJ14 もまあコラボであったり何かしらきっかけがないとなかなか選択肢には入らないナンバーかなと思っております。そしてスニーカーズではあとはこのジョーダンシリーズという一足しか今は見えておりません。でこちらももちろん狙うことはしないかと思います。という感じでスニーカーズの発売予定に関してはかなり寂しい状況ではあるのですが、一応ナイキコムの方ではハロウィンのパックが近日発売には出てきておりまして、こちらではエアフォースワンとエアプレストしかまだ出ていないんですが、おそらく同日にダンクもリリースされると思うので、ハロウィンパックのダンクは狙っていこうかなと思っております。まあおそらく21日に発売かなと思います。あと最後にシュプリームのナイキコラボも出ましたね。クロストレーナーローというまたまあ少し尖ったモデル選びですが、個人的にはシュプリームに関してはこういう一風変わったモデルが好きというのもあるので、こちらも狙っていこうかなと思います。で色としては黒の方が買えたらなというような感じでして、まあ、白だと買わないかなというような感じです。という感じでスニーカーズの方はまだまだ発売が出ていないので少し寂しい感じではありますが、またこの他もいろいろと見えてきたら挑戦していこうかなと思います。それでは次のシーンに飛んでみましょう。さあそれでは間もなく結果が出る頃でしょうか。久々のエアマックスへの挑戦はゴッテムなるか。パターナイキエアマックス1購入できるのでしょうか、それともできないのでしょうか。結果は、厳しい。いやー、まあここのところ人気がそこまでかなというのですら変えてなかったんで、まあ今回もそれなりに難しいかなとは思っていましたが、やっぱりダメでした。今回も変えませんでしたね。ちょっとスニーカーズが暗黒期に入りつつある気がしております。まあとはいえこれも、まあ、前回ほどは期待できないですが、おそらくリストック来ると思うので、今日ちょっとだけ待ってみてタイミングが合えばなんとか拾っていきたいなと思います。ということでまた次回に切り替えて挑戦していこうと思います。今日の皆さんの結果はいかがだったでしょうか。ぜひぜひコメントにもお寄せくださいませ。おっと、ということで本日の動画もここまでのようです。本日はパタ、ナイキ、エアマックス1に戦いを挑み、無事に購入することができませんでした。次回の挑戦もまた敗戦を期待されている方はぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の試合でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。